日本のデジタルアーカイブの分野横断型プラットフォーム、ジャパンサーチ。現在登録されているコンテンツ数は2600万件。この動画では、そんなジャパンサーチの機能と、ジャパンサーチと連携するメリットをご案内。最初に、ジャパンサーチの機能をご紹介します。1. ジャパンサーチでできること。探す。目的に応じた様々な検索機能で、お目当てのコンテンツの発見をサポートします。横断検索では、連携している全データベースからキーワードを検索し、利用目的別に絞り込みができます。また、画像検索では、サムネイル画像やアップロードした画像をもとに、似た特徴を持つ画像を検索できます。楽しむ。検索せずにジャパンサーチの様々なコンテンツを楽しめる機能がギャラリーです。ギャラリーではコンテンツがテーマ別にまとめられているので、展覧会を眺めるようにコンテンツを楽しむことができます。生かす。ジャパンサーチで見つけたコンテンツは様々な形で活用できます。コンテンツのハートアイコンをクリックすることでお気に入り登録できるマイノート機能や、ジャパンサーチのコンテンツを使って自分の電子展覧会を作成できるマイギャラリー機能などがあります。ジャパンサーチではコンテンツの利用条件が明示されているので、コンテンツを安心して使うことができます。 2. 連携するメリット。このように幅広い活用ができるジャパンサーチですが、ジャパンサーチと連携することでさらに次のようなメリットがあります。発見可能性の向上。プラットフォームであるジャパンサーチにデータを集約することで、コンテンツの発見可能性が高まります。またアクセスルートが増えることで、コレクションが広く知られるようになります。さらに横断検索により、異なる分野のコンテンツと関連性を見出すことができるので、新しい利用者層の開拓も期待できます。電子展覧会やイベントでの活用。ジャパンサーチには連携機関が所蔵するコンテンツの活用をサポートする様々な機能があります。電子展覧会を作成し、ジャパンサーチ上で公開したり、共同でキュレーション体験ができるワークスペースを使ったイベントを開催したりすることができます。他にも、ジャパンサーチ上に調べ方案内のページや郷土資料の紹介ページを作成するなど、図書館業務の中でご活用していただくことができます。例えば、ジャパンサーチの連携機関の一つである国立教育政策研究所の教育図書館は、ジャパンサーチ上でオリジナルギャラリー学生150年記念展示を公開しました。ジャパンサーチと連携し、コンテンツの発見や活用の可能性を広げてみませんか？最後に、ジャパンサーチとの連携方法について説明します。図書館とジャパンサーチとの連携は、国立国会図書館がつなぎ役となっています。コレクションの規模が小さくても、ジャパンサーチとの連携は可能です。詳細や連携方法については、ジャパンサーチのホームページまで。ジャパンサーチ。